里桜は、講義では、バラカ桜族の桜の栽培品種の総称で、競技では、大島桜をもとに誕生した、栽培品種の品種群のこと。2014年に発表された、森林総合研究所の215の栽培品種の DNA 解析結果により、日本の桜の栽培品種は、江戸肥願から誕生したしだれ桜のように一つの、 野生種から誕生した存在は稀で、多くが、大島桜に、山桜、大山桜、江戸悲岸、霞桜、長寿桜、豆桜、寒飛桜、などの多様な野生種が交雑して誕生した、主観雑種であることが判明した。八重咲きの八重桜の栽培品種の多くが、大島桜をもとに開発された競技の里桜群で、ある。日本では固有種を含んだ、 分類学上の10もしくは11種の基本の野生種を元に、これらの編集以下の分類を合わせて100種以上の自生種があり、さらに、これらから育成された栽培品種が200種以上あり、分類によっては600種とも言われる品種が確認されている。なおこのうち100品種余りは、北海道松前町由来の松前早咲きなどを掛け合わせるなどして、紅豊かなどの多品種を生み出した。 アサリマサート氏が作出したものである。日本では果実を食用とするほか、花や葉の使用漬けも食品などに利用されるが、特に平安時代の国風文化の影響以降に、桜は鑑賞用途で花の代名詞のような特別な位置を占めるようになった。当初は鑑賞の対象とされる代表的な品種は野生に自生する山桜であった。これに加えて、 花弁の数や色、花の付け方などの観点から、見栄えが良かったり突然変異の珍しい特徴を持つ、野生の個体を何世代にもわたって、千抜育種し、優れた個体を継ぎ木などの方法で増殖させることで、様々な栽培品種が開発されて、花見に利用された。すでに平安時代には、八重桜が継ぎ木によって増殖されていたらしいことや、しだり桜や、 糸桜などが存在したことが当時の文献に記録されている。また、鎌倉時代以降に鎌倉周辺に自生する大島桜が栽培されるようになり、これが京都に持ち込まれたと考えられており、室町時代に大島桜を由来とする不現像や三車返し等が生まれた。江戸時代には大島桜の優れた特質から、寒山などの多種の里桜群や、 ソメイヨシノなどが生まれ、河川の整備に伴って、五岩とび観の維持のために、柳や桜が積極的に植えられた。江戸時代末期には、現代の日本で見られるのと大差のない300を超える多くの品種が存在するようになった。明治時代に入り、大名屋敷の後輩や文明開化、西洋化のため庭園が取り潰されると同時に、 そこに植えられていた数多くの栽培品種の桜が伐採され植えられるのはソメイヨシノばかりになっていった。これを憂いた駒込の植木、庭園職人の高木まごえ門は多くの栽培品種の枝を採取し自宅の庭で育てた。これに目をつけた広北地区古町の清水健吾が村おこしとして荒川邸に多くの品種による桜並木を作り、 おし桜として評判となり、これを講師として多くの栽培品種が小石川植物園などに保存されることになり、その名脈を保った。また、第二次世界大戦で荒川堤つつも壊滅的な被害を受けるが、第二次大戦中は埼玉県川口市、安行の植木業者の小清水亀之助らが品種の保護に尽力し、戦後の1950年頃には、 国立遺伝学研究所が1960年代には多摩森林科学園が小清水らから苗を譲り受け現在では前者に250系統350個体後者に500系統1300個体の桜が植えられて江戸時代以前からの里桜の名脈を保っているまたイギリスの園芸家シーイングラムが保存していた大白のように一度日本で消滅した品種が日本に 里帰りすることで、江戸時代以前の桜の名脈を保管している。戦後の高度経済成長期には、ソメイヨシノの植樹が日本全国で爆発的な勢いで進められ、今日では桜の中で最も多く植えられた幸い品種となっている。今日でも桜の幸い品種の作出は続けられており、珍しい方法としては、2007年に 理科学研究所が世界で初めて桜の在来品種に、重イオンビームを照射して、新品種西名竿を作出することに成功している。今日、とりわけ多くの栽培品種の桜が見られる、名所としては、まさき公園、日本国花園、日本下の海有機農場、造幣局の桜の通り抜けなどが挙げられる。寒山一葉黄色い花が、特徴のウコン緑色の花が、 特徴の魚以降里桜群に属する桜の一部を列挙する。山桜、大山桜、霞桜、大島桜、江戸悲願、長寿桜、豆桜、高根桜、宮間桜、熊野桜の十種。ギギのある寒飛桜を含めると十一種。ありがとうございます。